ういっす、どうも、はじまきゅうしゅうですよ。暑いんだな、暑いわ。股間がさ、かいいから、あのシート使うわ。いや、ちょっとなんかね、腹立つな。最近腹立ってばっかりね、多分これ病気なんだけど、治せねえんだよな。いや、治せるけど。頭かいい。今日俺実は風呂入ってないのかな。風呂入った記憶はあるはずなんだけどな。あれ風呂入ったっけな。記憶力とそのなんだろうな、あとなんだ、 あと記憶力いやー、本当に俺記憶力がなくなってんね。脳みそが死んでる。なんでだろうね。多分なんかジジイなんだよ。多分なんかこういうのほほんとした生活しすぎたらやっぱジジイなんだね。刺激がないと人間脳みそ、そのなんだろうな、何か外敵から守れてないと脳みそっていうのは働かないんだろうな。今本当外敵があんまりない中でさ、楽ちんな生活をしてるから脳みそがとろいんだよな。股間の裏をねボディシートで拭いてますよ。多分キモ、ああチンコやっちゃった。チンコはやばい。チンコは危ない、さすがに。いやこれはあんま刺激がね、普通よりはあんまりないやつにしてんですけど、あ、チンコ書いたやつでさ、脇書いたらいけないかな。チンコ病みたいなの映るかな。痛い痛い痛い。あ、臭っ。いい匂いだけど臭っ。あ、チンコ、金玉熱くなってきた。発汗作用みたいなね。なんだろうな、こういうのはラムだ。発火だ、発火。発火ってね、ブンってね、燃える方じゃないよ。あの、なんかもうちょっと、この、パソコンでね、撮るのやめようかなんて言って、スマホで撮ってんの。で、俺、ツイッターまでなんで、ツイッターから離れようと頑張ってるんで、ちょうどいいじゃん。あのスマホないとツイッターできないから、スマホで撮っちゃえばさ、ツイッターしなくて済むわけじゃん。明暗だなって思った。 なんでこんなにメガネが着てないんだろう。なんで目超目悪いの俺。多分なんかもう俺今どれくらい悪いんだろうね。前測った時、前正式に測った時多分2年、2、3年、もっと前かなあれ。まあ、2、3年とか2年前くらいに測った時はなんか多分その時でもう片方のどっちかの目はなんかね、その目のね、そのサイン出してくれる、これこれっていう人がなんか近づいてボード出してきたっていうね。あれ勲章なんですよ。あれね、目悪いやつあるあるで、だいぶ目悪くなるとそのなんか 0.1 以下だなのかな、いや 0.1 以下だっけとか 0.1 以下突入したりとかするとなんかそういう暴動を持ってくるんですよ。おばさんかが、多分おばさんがね持ってくるんですよ。あ、めっちゃ金玉スースーする。あ、でもいいね、風呂入んなくていいから、これ でもこれやるとすごい乾燥するんだよね。俺乾燥肌だからだ、多分ガピガピになってなんか割れて死ぬと思います。ただでさえ乾燥肌の俺がこんなね、さらにそのスースーさと引き換えに肌がガッサガサになるようなやつを使えば多分死にます俺は。うん、でもいいね。全然俺はあの暑くないのにそのザ夏みたいなもの使ってますけど、かいんだ。あ、腹はいいよ、腹冷えるから。適当にやっちゃったけど、くせえ、うん、ちょっと臭い。白飛びで、ここ照明がすごいんで、照明って言うなよ、明かりって言うよ。明かりもちゃうちゃうちゃうというか、なんでしょうね、これなんだ、照明、電気、眩しい、電気眩しいな。うん、やっぱつまんねえんだよな、なんかあんまり面白いもんがない。うん、俺の動画俺あんま見たくないんだよね。反省バックするから、あのぼーっと聞きたいんだよ。ぼーっと聞けないんだよ俺は。自分の動画にはやっぱ真摯に向き合っちゃうから、その結構さ、あそこもちょっとなんかね、グイグイいければなとか思ったりとか、そういうのずっと言うんすよ。めんどくさいでしょ。俺は楽しみに来てない。あと水溜りボンドのメンバーシップはさ、なんか再生リストで一気見したいよね。なんかもうその外にさ、そのバレないようにバレないようにっていうのをさやりすぎちゃって、なんか高評価もなんか押せなくなってるの、それ違くないって思ってるんですけど、なんか高評価も低評価もあれ押せなくなっちゃってるんですよね。なんでだろうね。あんそんなひどいことしなくていいのに。
喋ることほんとないな。メガネうぜえ。髪の毛切った。ほら変でしょ。適当に切ってよ。お母さんにも半分お母さんにやってもらったけど、すごいんで水滴が、麦茶の水滴。なんか今日も夜になったら苛立つな俺は。なんかすごいイライラしてる。よくないことですけどね。なスマホで撮るってことは俺はもうドロップバイボックスにね加入するっていう決意があるようなもんなんでね。あのそのパソコンだといちいちこうキュッキュッキュッとかやんなきゃいけないのめんどくさいし、めんどくさいんですよ、めんどくさいから。あとそのなんだ雲台の一個上のスマホ専用三脚みたいな、スマホをこうキュイってするなんつうんだろうな、つまみみたいなやつをちょっといいの買おうかなと思ってます。ずっとなんか雑魚いやつでやってたんで、前なんかそのでかい方の三脚のなんかつまみのそのつまみのつまみ、なんかこうつまんでるとこの上をこうねつまむ部分がブチって切れちゃってね、おいって思っちゃったけど、まあね劣化ですよただのね。いやでも俺 YouTube の道具に全然お金かけてないんだよな最近。高いなって思っちゃう。でも本当は三脚とかもいいの欲しいけど、撮るもんなんてずっと俺の顔ですから。あとマイクだよね、マイク。でもマイクだけ買ったってあんま意味ないの、うざいね。いやマイクだけ買ったって意味をなしてくれよって俺は思ってるんですけど、なんかその今度なんか四角い箱みたいなのがね、四角くてなんかいっぱいボタンとかなんかあれなんつうのネジみたいなのがいっぱいついてる、そのグリグリ回すやつがついてくる機械がないと意味がないみたいな、めんどいね。マイクあったらいいだろうな、いいマイク欲しいのかな。いや別にいいかな。でも俺ちっちゃい声でさ喋ってて何言ってるか分かんなかったんですよ。でもなんか何言ってるか分かんないよって思ったら次にちゃんと大きい声で訂正してくれてからよかったけど、急に変なテンションで喋る、なんか加藤純一さんっぽすぎてちょっと嫌だなっていう、その加藤純一さんの感じ出しすぎちゃってそれは良くないよって思っちゃった。やっぱりその羽島恭志郎としての良さをね前面に押し出していきたいが、そのもうねやることない、喋ることしかないよね。究極そうなんですよ、俺はどうせ喋ることしかなくなる、もう暇の時は喋る、それだけ。漫画も金ねえから買えねえから喋るだけ。金がない時は喋りますから基本的に。で動画撮ってねやりますけど、そのスマホで撮った動画全然やってないんだよな、でも一応そのクソみたいなタイトルの生きてる雑談っていうのを始めたんで、あのね誰も見てくれてないな、ちょっと夏休みなのにね、ひどいよねみんな全然見てくれてないなんかチョコの味がすごいまずいな、チョコクソまじいや、アホ、めっちゃ切れてる。ちょっとねまださラムネが終わんねんで大量買いした。頭かゆすぎる、なんかよくわかんない。コーラのやつに入れちゃおっかな。コーラのやつに入れたらどうなるか試そうかな。汚いんだよねコーラの、もう湿気がすごくてさ、このなんか白いさなんかくっつかないようにする粉みたいなのがうるさい。おいしい、うわすごいネバネバしてる、溶けて、あんまこの角度でさ雑談するのやめよう。女の子ガラガラって開けたらさリビング映っちゃうから、あこうやってやればいいか下ね。あ一応住所あるな下に。住所ありまくるわなこの部屋。
うざすぎる。住所今裏返してます。これ全部統合失調症だってやばいね。うん、なんか俺にだけ見える住所が書かれた紙があって、それを全部ひっくり返してたらやばいね。まあそんなことはないよ。うん、爪と爪の間に飴が、やめろ出てけ俺の爪から。ああ、うん、わあ、うん、いやあ、飴が、うん、うん、あ、平気せ、あ、まずむずいも歯にさ、歯の隙間に溶けた飴が入っちまった。もう水滴むずいよ。死ね死ね。はい、もう T シャツ全部拭いちゃいます。もうブチ切れてんで、もうね、俺はこいつ許さないから。俺の T シャツで全部吸った。うん、お前はね、俺を怒らしたんだ。麦茶でうがいしてる人だ。キモ、ね、うがいってやっぱ汚いのかな。まあ、汚いよな。それ飲み込んでるってむちゃくちゃだもん、ね、あ、飴で指がベタベタしてる。ドロップボックス入るか、高えけど。スマホで動画撮れればな。耳クソいっぱいかゆっ。うわ、今日薬飲んでねえや。ああ、つら。最近歩くマシンやってないな。やらなきゃな。後でね。今やるか。うざすぎるな、お母さんが持ってきた。こいつ。どこ？おしまい。じゃあ疲れた。もうやばい。ティッシュのゴミがすごい散乱してる。ああ疲れた、やば。
でもな、中川幸太さんが言ったそのなんかこうやって言うのはやめようって言って、なんかちょっと面白いとか逆に面白いとか言うのやめようとか言ったけど、いや本当に俺はちょっと面白いものちょっとって言ってるんですよ。あのな、面白いものにちょっと面白いって言ってるわけじゃないですよ。面白い面白いってニコってしてますから、だからいいんだよ別に。俺はみんなみたいなバカと違って、そのねちょっとね、あのしょぼい尖り方してるやつらと違って、俺は本当にちょっと面白いものにちょっと面白いな、いいねって思ってるね俺は。うまっ、運動した、運動しただけでもやばい。あ、すごい、はだけちゃった。うん、だ、何にもいらないはだけ。わ、めっちゃびしょびしょだ。さっきもう怒りに任せてね、ペットボトルの結露をね T シャツで拭いたらもうべちゃべちゃだ T シャツが。疲れだ。いや、すごい、あ、最近体重見てないから多分めっちゃ太ってるよ。97.5kg、だいぶ太ったって思ったけど、そんな太ってない別に。痩せなきゃ、あ、やばい、俺貧血なんだよ。下向いちゃうとさ、血が足りなくなるんだよな。なんでだろう、血の上から一回止まんだろうな。やば、結構ね、下のものを取り上げるとき貧血でクラッときちゃうんですよね。病気何個持ってんだろうな俺。結構俺病気持ってんだよな、病院行ってないから。大変、病院行くの辛いから。お金な、500万円くらいもらえるんだったら行くけどな病院。5000万円だったら結構ね晴れ晴れと行けるよ。5000万円ももらえれば、よっしゃ行ってりますかって、てて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 。まず、麦茶めちゃくちゃまずくなってる。なんで？あ、いや、さっきコーラの飴舐めたからだ。麦あて、牛あてみたいなノリで言うけどね、それ町の牛あて、それ町の牛あてだけじゃなくて、牛乳に何を合わせたら美味しいかみたいな、牛乳に合わせて食べるものを牛あてって言うんですけど、麦あてが悪い。コーラの飴と麦茶はちょっと、うん、今ね舌についてる味を全部ねティッシュになすりつけました。あ、全然取れない、全然取れなかった。俺別に今雑談したいのかな。で、雑談喋ることないのってほんとイライラすんね。あと俺の顔が暗いのイライラするわ。いっか別に、そんなね顔で売ってるわけじゃないから。まあ売ってるようなもんだけど、その売ってないけどさ。あ、疲れた、寝よっかな。なんかジョジョリオンを読みたすぎるな。ジョジョリオンをカラー版で絶対に買うからな俺。じゃあ一回ね、一回そのズームとかできないのか、この感じ。いや、天井を見てもらうか。天井見ててくれ、ちょっといろいろやってくるから。なんか火災報知器に変な文字入ってると怖いな。一回終わるか。